アイチャンネルの大野愛です。今日もよろしくお願いいたします。こんなに前の方に出ているっていうことは、美容系になるんですけれども、じゃあ送りますかね。ちょっと恥ずかしいんですけど、私ホワイトニングを始めて今で2年になります。今普通のビデオで撮ってるので加工ではないんですけど、結構あの周りの方と写真せーのって撮ると白く写るようになりました。まあ、これもいっぱいお金かけてたりとかセラミックとかにしてたら、まあ、白くなるでしょうって思うと思うので、まあ、ここはいつも通りなんですけど、あんまりお金かけないで、まあ、白くしたかったっていうところで白くなったので、その結果報告とおすすめのご案内ですね。私が白くした方法っていうのはもうすごく簡単で、クリニックに行ったんですけど、クリニックも今私少し愛知県にいるので愛知県最安値、有名、確実に白くなるっていうワードですっごい入れて調べたんですね。でそれで何回も何回もたどり着いたクリニックがありまして、そこに行きました。それでね、皆さんも出てくると思うので、愛知県の方よかったら行ってほしいんですけど、お一人で経営されてて、受付も予約も施術も全部その方一人で、ダンディーなおじさまなんですけれども、その方がされてるので予約が全然つながりません。ずっとかけました。4日ぐらいかけたかな。結構コールの時間も5分ぐらいかけっぱなしにしたりとかもしてたんですけど、1回のコール長くして4日間ぐらいかけたら4時ぐらいに繋がりました。びっくりしちゃったんですけど、出てくれたと思って、でそこで予約させていただいて、あのお店に伺うと、でも勧められたのが、そこのオフィスクリーニングっていうんですかね、施設でホワイトニングしていただくことと、あとお家でのフォームクリーニングの2つを両方で合わせていった方がいいよっていうことだったので、もうそれをしますっていうことにしました。クリーニングが1回あたりが9000円ぐらいだったんですね。で私は、全部で3回しました。で元々のこう歯のこう基準値って皆さんいろいろあると思うんですけど、私が喫煙しないタイプなので、あんまりこうそんなにって言われてたんですけど、真っ白にしたかったので、で理由としてはオフィスクリーニングで真っ白にしたものをホームクリーニングは維持するっていうイメージになるので、歯磨き粉で白くなる商品とかって、あれはつかないようにして白くっていうよりは黄色くなりにくくするっていうイメージの方がいいと思います。結構市販で売ってる500円ぐらいのって効かないかなって私はずっと使っててきて思ってました。すいません、はい、なのでオフィスクリーニングは結構しっかり、3回目はもうまだやるのってぐらいで入れたので、この回数はそれぞれだともね、真っ白にされた方がいいと思います。すっごく白くしていただくと、あとはキープっていうことになるの でその時伺って、ライトを当てながら薬塗って、20分ぐらいですかね、照射を当てるっていう形になります。でその時にマウスピースを作ってくださるので、マウスピースで作っていただいて、受け取って照射もしてっていうのが組み合わさって、全部で伺った回数は3回ですね。かかった費用がマウスピースが1万円で、照射が1回9000円なので全部で4万円以内ですね。で薬が最初は病院のクリニックのものを使わせていただいて、その、薬1本が3500円だった気がするので、それを1本買いました、はい、なので4万5000円以内ですね。そこからお家帰って、マウスピースでやってたんですけど、
最初白くならないなと思ってキープとは言ってるものの、コーヒー好きなのでいろいろ調べたら LED のこうマウスピースのはめるタイプのものを一緒にやった方が白くなるっていう風に出てきたので、これを倍まで調べたら出てきたんですけど、メルカリと比較したらメルカリの方が安かったのでメルカリで900円ぐらいで買いました。それをはめて照射時間守って使ってたんですけど、病院で扱ってたものだと1時間ぐらいのものだったんですね。濃度も 5% いろいろ選べるので結構弱めだったんですよね。でこう強いものも有名な商品で買ったんですけど、時間が長くかかったのでやっぱり効率化を求めるタイプなので、時間短くて白くなった方がいいじゃないですか。ずっと入れてるのやっぱ気になる、飲み物も飲めないので時間短くって調べたらバイマのこちらですね。めちゃめちゃいいです。30分絶対守ってくださいっていう商品なんですけど、本当に30分きっちり守らないと吐いたくなっちゃうぐらい効きます。なので30分ぴったり LED ライトで照射しながら週に1回今メンテナンスしてるんですけど、結構今でも久しぶりにお友達には何かしてるのって聞いていただけるので、意外と喋ってる時って 見られてたりとか見てたりとか印象変わったりとかするのかなって意識するようになると思ったりもするので、ぜひ変わりたいなって方とか気になる方はやっていただけると、やった後は1週間に1回ぐらいのメンテナンスを続けるとクリニックには一度も行っていないのでおすすめです。あと他に歯磨き粉とデンタルウォッシュっていうんですか、これも併用して私は使っていて、歯磨き粉はこちらです。これ以外使ってないです。入手するのが難しくなってきてて、コロナの影響で数が少ないんですかね、難しいんですけど、値段もだんだん上がってきてしまって安くしてください。ずっと使ってます。これ以外使わないです。歯磨くと色が見えます、洗面所に。それぐらい色取れるので、白くするっていうよりはその日の色を落とすっていうので、こちら、あとこちらですね。デンタルウォッシュはクリニックの先生が勧められてたので、こちらも気になる日とか余裕がある日は使うようにして、毎日っていうよりはできる時にできることをやろうって思う派なのでやっています。なので週1ぐらいのホームクリーニングが30分と、あと毎日と歯磨きとデンタルウォッシュが週2ぐらいで維持ができるので、もし気になるなっていう方が見えたらすぐに始められることだと思うので、おすすめです。では最後も近づいてみますね。今日のがいいなって思っていただけた方は、グッドボタンを、あとチャンネル登録もお待ちしております。 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローのほどお願いいたします。では本日も貴重なお時間をいただきまして、 iチャンネルを聞いてくださってありがとうございます。オーナーiでした。ありがとうございます。また動画でお会いしましょう。